기다렸습니다. 400점 먹고. 効率大が休憩が粒でできてますので、まあ、魚を傷つけないという面と冷えが早いというそういうような特徴がございます。よし、はい、終わりました。あと前回の改善作業ラインの平らにするっていう、で人の移動を少なくするってことを考えてます。生産効率が上がった。はい。昨年が初めての決算だったんですけれども、おかげさまで黒字となりまして、気仙沼市役所に納税させていただくという。不安や慣れない地域でのこれからの暮らしに対して戸惑いを持たれているのも否めないところだと思います。田舎に楽しみをいただいたりあげたりして、一生懸命力を合わせていきたいと思っております。ここもこう、まあ、いよいよ新たなステージに、移りつつあると。メモリや心のケアに対してしっかりと、予算面において税制面において、また金融面においてそうした支援をに力を入れていきたい。